はい、どうも、うっちーです。えー、っと、家で食べる昼ご飯です。えー、まずこれご飯が2合で、えー、インスタント麺が2玉分で、で、冷凍の唐揚げになります。えー、まあ今日はちょっと多め、 ですけどまあ普段はまあ唐揚げこれぐらいかまあちょっと少なめかなまあでも以前の前世紀に比べたらちょっと試食は減っているとは思いますがまあ30代入ってからちょっと細くなったもののまだこれぐらいはいけるかなと思います というわけでちょっと撮ってみましたってことなんでよかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。